今回のスピチューブはこちらでございます。肉の里商店、5月にできた人気焼肉店の江崎本店ですね。店内は広々な焼肉店でございます。一人焼肉、完全アポなしな自由な撮影でお送りいたします。最先端、工夫を凝らした焼肉店。ありがとうございます。ありがとうございます。焼肉店の看板ロボット。はい、皆さんこんにちは。今回は岡山県岡山市中区の江崎にやってきました。なかなかね、来ることがないんですけども、久々にやってきました。今回ご紹介するお店がこちらでございます。というわけで今回はこちら、肉の里商店江崎本店さんにお邪魔させていただこうかなと思います。はい、というわけで今日はね、肉の里商店さんに来ました。新しくできた江崎にある、一人焼肉のお店です。一人じゃなくても全然大丈夫なんですけど、今日はやっと行けました。まあ、テイクアウトもねできるんですよね。テイクアウトもできるし、一人焼肉できる。はいはい、22番です。ああ、なるほどね。ご飯大とシューとショーがあって、いろいろねあります。これ、ここは一緒なんですか、ネタは。この辺の半分からここが、あー、で、まだ向こうも違うっていう。向こうも違う、ちょっと違うの。あー、なるほど。はいはい、了解です。どうしようかな。あー、でも、はい、お願いします。こちらに市内で、こちらに行こうかな。なるほど、じゃあこれで。はい。お肉の方ご準備いたしますので、はい、22番の席でお願いします。はい、22番。はい。22番って。はい、22番ってどこですか。あ、はい、すいません、ありがとうございます。お箸と全てセルフですので、はい、はい、こっち出口なんですか。あ、こっち出口。はい、出ます。あ、どうも、ありがとうございます。あ、全然、ありがとうございました。
あ、まだ食べてないよ。あ、出口がちゃんとあるんですね。まだ別々なんですね。そうですね、入り口出口で。で、あの、お金のお支払いもだいぶ変わりましたね。そうですね、支払いも。なんかびっくりしました。重なってた。厳しいから。無人でなんかね、ありがとうございます。はい、まあまあね、あの注文したとは思うんですけど、今日はね、2000円でお釣り返ってきてますね。ガレット辛口だれ、フルーツだれ、どれかな、止まるんですね。すぐ止まります。ちゃんと帰っていくんだ。はい。じゃあね、早速お肉が届きました。はい。こんな感じです。ユニークな皆さんで、なんかこういう緩さがあるから、ね、楽しくいただけると。総括の方ですね。はい、よくあの、ね、はい、お話しされてます。注文は本日から注文できると。ね、一回注文したらあとは面倒見てくれる。1400円で、まあ土曜日の昼間からいただけるということで、ね、お腹いっぱい食べれると。
焼肉をいただいてるわけですけど、本当にね、すごい焼きコスパでびっくりなんですけどね、一人でも遠慮せずにいただけると、いうことで、まあ、もちろんね、二人組とか家族でね、対応できるように、まあ、この後ろとか、ひどい大きなね、椅子があったりします。出口まだ別になるんですね。はい、ということで、まただいぶねシステムが変わりました。ちょっと、ね、だいぶ落ち着いてきたんで、久々にね、来たんですけど、すごいなんか明るい場所で、活気があって、ね、いいかなと思います。またね、いろいろね駅前の方にも行ったりとか、駅前にもできたんですよね。とか、まああと昼ランチとか、あっち系もちょっとね攻めていこうかなと思います。というわけで今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。